行くよ。任せて。僕の番だね。任せて。僕の番だね。行くよ。僕の番だね。任せて。僕の番だね。戦闘終了。先に進もう。ひょっとして君たち遊撃…うん、皆さんはマノリアの方ですね。ああ、瓦礫の片付けをしてるんだ。昨日の夜中に火事が起きて慌てて消火に来たんだけど、まあご覧の通り、ほぼ建物は焼け落ちちまった。それで院長先生と子供たちは大丈夫、みんな無事だよ。今マノリアの宿屋で休んでもらってるさ。これだけの火事だったのに全員大した怪我はないそうだぜ。不幸。俺たちはもう少し後片付けをするつもりだけど、あんたらはどうする？どうしたの？気のせいかもしれないけど、蝶つがいの部分が変な風に引きちぎられて。確かに、まるで火がつく。これだけ派手にかなり火を。気持ちはわかるけど、火事の原因を。
ここ、それと。気持ちはわかるけど、火事の。テレサ先生、俺もこういう時にこ、いや、東の急いで駆けつけた。さてと、あ、石壁が、うん、僕もこの辺りに漂う匂い。どうして誰がこんなことを。かけがえのない思い出がいっぱいに詰まったこの場所、どうしてこんなひどいことができるんですか、クローゼさん。ごめんなさい、私取り乱すのも無理ないよ。知り合ったばかりの私だってちょっときついから。信じられないよね、こんなことをする人がいるなんて。エステルさん、でも院長先生とあの子たちはみんな無事だったそうだから、だから大丈夫、もう安心してもいいからね。ありがとう、朝の授業を受けていたら。僕の番だね。はっ、私の番ね。行くよ。私の番ね。僕の番だね。任せて。この調子で行くわ。先生、みんな、あ、クローゼ姉ちゃん来てくれたんだ。みんなどこにも怪我はない？うん、大丈夫だよ。えへへ、ポリーも平気。よかった。よく来て。エステルさんとヨシアさんも
一緒に来てくださったのね。はい、ギルドに連絡があったから。調査に来たついでにお見舞いに寄らせていただきました。そうですか、訪ねてきてくれてありがとう。調査に来たってあの火事を調べに来たんだろ。何か分かったことあんの？なんと言ったらいいのか。ねえみんな、お腹は空いてないかしら。私朝ごはんを食べてなくて食堂で何か頼もうと思うの。ついでだからみんなにも甘いものをご馳走してあげる。え、ほっぱりプリン食べたい。でも姉ちゃん。行きましょうクラム。つべこべ言わずにさっさと来なさいってば。クローゼお姉ちゃん、早く下に行きましょう。それにしても犯人探し。そうだね、とりあえずギルドに戻ってジャンさん捜査方針はそれから決めよう。うん。あれ、どうしたの？ぼーっとしちゃって。あ、ごめんなさい、私もちょっと混乱しているみたいで。そっか。そういえばジョセフさんって院長先生の旦那さんのこと。はい、数年前にお亡くなり、私も随分可愛がっていただきました。そうなんだ。あれ、ということはクローゼさんも。いえ、残念ですけど、随分昔にある事情でお世話になったことがあるんです。それで王立学園に入ってルーアンに来たのをきっかけにまた親しくさせて。なるほど。だから、うん、で秘書の人が喋って。
僕の番だね。任せて。この調子で。番だね。任せて。行くよ。私の番ね。この調子で行くわよ。僕の番だね。私の番ね。僕の番だね。任せて。この調子で行くわよ。街道にはいなかったね。まさかもう連中のところにの。とにかくみんな。しまった。そんな、このどうしよう。クローズさん、落ち着いて。忘れたのかい？君が教えてくれたことを。橋がなかった頃は何を使って。そうでした。確かホテルの裏手に貸しボートがあるはずです。よっしゃ。とぼけるなよ。
お前たちがやったんだろ。絶対に許さないからな。何言ってんだこのガキは。こら、ここはお前みたいなお子ちゃまが来るとこじゃね。とっとと家に帰って母ちゃんのおっぱいでも飲んでな。そいつはいいや。なんだこのガキ、何ブチ切れてんだ。母ちゃんがいないからってバカにすんなよ。オイラには先生っていう母ちゃんがいるんだからな。その先生の大切な家を。ちっ、黙って聞いてりゃいい気になりやがって。どうやらちっとばかりお尻百叩きといきますか。やめてください。行くよ。任せて。あたしの番ね。お任せを。僕の番だね。任せて。行くよ。私の番ですね。アーツ駆動。任せて。行くよ。任せて。行くよ。私の番ですね。ここまで。やれやれ、久々に来てみりゃ俺の声も忘れているとはな。あ、アガットの兄貴。来てたんすか。どうしてあんたが。っていうか、こいつらの知り合いなの。レイス。はい。なんで。お前ら何やってんだ。女に絡むわ、ガキを殴るわ、ちょっとたるみすぎじゃねえか。うるせえな。チームを抜けたあんたに今さら指図されたく。おや、なんか言ったか。兄貴勘弁してくれ。ガキならほら解放するからよ。クローゼ姉ちゃん、よかった、もう大丈夫だからね。最初からそうしたきゃいいんだよ。まったく乱暴なんだから。
第一、どうしてあんたがタイミングよく現れるわけ？ジャンのやつに聞いただけだ。どこぞのひよっこどもが放火事件を捜査してるってな。さてと。おいボス。なんだよ。一人で乗り込んでくるとはなかなか気合の入ったガキだ。だが少々無茶しすぎたようだな。あんまりおっかさんに心配をかけるんじゃねえぞ。クラム。先生。どうしてここが？ギルドで事情を伺って。クラム、あなたという子は。今度だけはオイラ謝んないからな。火をつけた犯人を絶対にオイラの手で。クラム、テルサ先生、どうか叱らないであげてくだ。いいえ、叱っているのではありませんよ。ねえクラム、あなたの気持ちをみんなで一緒に暮らした。でもね、あなたが犯人に仕返ししても、あなたたちさえ無事なら、先生はもうそれだけでいいの。他には何も望まないから。お願いだから、危ないことはしないでちょうだい。先生。こういうのには弱いかも。はい、本当に無事でよかった。ったく、これだから女子供ってやつ。おい小僧、院長先生たちを連れてさっさとここを引き上げろや。どうもこういうのは苦手でな。構いませんけど、アガットさんはどうするんですか？決まってんだろ。このバカどもが犯人かどうか締め上げて確かめてやるんだよ。たっぷりと急を据えてからな。勘弁してくださいよ。なるほど、そういうことならお邪魔したら悪そうですね。本当にありがとうございました。なんとお礼を言っていいやら。お礼なんかいいですってば。これも仕事のうちですから。それよりいいんですか、マノリアまで送らないで。ええ、大丈夫です。メーベ街道は私の庭ですから。これ以上何かしていただいたら罰が当たってしまいそうです。気にしなくてもいいのに。先生、サンキュー。すみません。気にしないで。それでは皆さん。あ、クローゼ姉ちゃん。うん、頑張っちゃ。当たり前だよ。またな、ね、おう。なあ、一通りな。絶対とは言い切れんが。本当に？まさか昔の仲間だからって。アホ、見くびるんじゃねえ。昨日の夜、船員酒場で飲んだくれてたって証言もある。そして酔った勢いだけじゃあんな周到な放火はできん。そういうことならとりあえず保留にしても良さそうですね。それに放火までするほどの度胸がある人たちとも思えない。確かに意気がってる。まあ、あいつらには俺が睨む。犯人探しをするついでにな。え？事件の調査は俺が引き継ぐ。お前らには手を引いてもらう。あ、なんですって？後からやってきたくせに何たわけたこと言ってんの？納得できる説明を聞かせてもらえますか？お前らは市場を挟みすぎなんだよ。遊撃士に限らず
情が絡むと判断力は鈍るもんだ。ったく、ただの民間人を戦闘に巻き込みやがって。あ、すみません。私、あんたが謝る必要はね、こいつらの心構えの問題だ。要はプロ意識が足りねえのさ。なんでそこまで言われなくちゃいけないわけ。なんと言われたって、私たちは院長先生と。おい、声優劇師と。悔しいけどこれで依頼達成だね。うん、よく調べてくれたみたいだね。でもさっき言った通り、申し訳ないが、この報告で捜査は終了とさせてもらうよ。でも院長先生とあの子たちのために何かしたいと思ってたのに。こんなのって。エステルさん、あのジャンさん、遊撃士の方々というのは民間の行事にも協力していただけるんですよね。ああ、内容にもよるけど、王立学園の学園祭なんか大勢のお客さんが来るから、うちが警備を担当してるしね。でしたら、エステルさん、ヨシアさん、その延長で私たちのお芝居を手伝っていただけないでしょうか。え？それって、毎年学園祭の最後には行動でお芝居があるんです。あの子たちもとても楽しみにしてくれているんですけど、とても重要な2つの役が今になっても決まらなくて。もしかしてその役を僕たちが。はい、このままだと今年の劇は中止になるかもしれません。楽しみにしてくれているあの子たちに申し訳なくて。そこで昨夜、学園の生徒会長にお二人のことを話したんです。そしたらすごく乗り気になって連れてくるように言われて。あまり多くはありませんが、運営予算から謝礼も出るそうです。どうして私たちなの。自慢じゃないけど、お芝居なんてやったことないよ。片方の女の子が演じる役が武術に通じている必要があって、エステルさんだったらうまくこなせると思うんです。なるほど。武術だったら結構自信はあるかも。確かにぴったりだね。それでもう一つの役は。それは私の口から言うのは。言うのは恥ずかしいです。それってどういう意味。もうよしあってば、しつこく聞くと嫌われるわよ。お祭りにも参加できる、しかもお仕事とし、こりゃやるきゃ。ちょっと待っ、ジャンさん、こういうのもありなんですか。もちろんありさ。民間への協力、地域への貢献、もろもろ含めて立派な仕事だよ。アガットが来たおかげでそれなりに余裕もできたし、よかったら行ってくるといい。やったね。はあ、なんだか嫌な予感がするけど、あの子たちのためなら頑張らせてもらうしかないか。ただ他に用事があるんだったら、王立学園に向か劇の手伝いをするとなったら、他のことをしている暇は。なるほど。ねえクローゼさん、ちょっと寄り道することになるかもしれないけど。あ、はい。ちなみに王立学園の場所ですけど、明部街道に出て。うん、ば。
私たち。よっしゃ。